東京都新宿区にある日本のフリースクールである。1999年4月に開学した。学校教育法第1条に規定される正式な大学ではない。特定非営利活動法人東京修練が運営する。2008年現在の学生数は約40名。知る、表現するということをテーマに、専門知識を持ったスタッフやアドバイザーのアドバイスを受けながら、 学生が自分で探究の計画を立てて学ぶというスタイルをとっている。本施設自体も学生とスタッフが議論しっくり合っている。学生は講座と呼ばれ少人数で行われているディスカッションベースの授業を中心にソーラーカー、映像制作、演劇など共同で何かを作っていくグループプロジェクト、個人研究、小説や絵画など個人プロジェクトなどを通して 知る、表現することに取り組んでいる。また、日本で初めて年間を通じてのフリースクールスタッフ要請コースも開設している。スタッフには、不登校、フリースクール、海外のオルタナティブ教育研究で知られる、教育社会学者の朝倉加樹がいる。外部には、第一線で活躍している約50人のアドバイザーがおり、講義を担当することや、公開講座の講師、 学生にアドバイスなどを行っている。主なアドバイザーには、上野千鶴子、平田織座、芹沢俊介、羽に美お、西朱悟る、小沢茉子、尾渕良一、新宿玉、原和夫がいる。海外との交流が盛んで、毎年海外への研究旅行や、表現交流などを行ったり、中長期も含め海外からの来訪者も多い。これまで、世界各地の20以上の国や、 地域の人々との交流が行われている。また、毎年8月の最終週の週末に3日間の、修羅大学国際映画祭、生きたいように生きるを開催している。修羅大学のアドバイザーでもある、映画監督、原和夫が特別審査員を務め、公募作品の審査に当たっている。ありがとうございます。